お茶、ありがとうございます。松井さん、うん、検査の質問で、はい、ベンダー10.1 と 8.9 なら、はいはい、初めてのベイトロッドとしてはどちらがおすすめですか？あのね、フィールドによるのとターゲットによるのね、うん、で、シーバスでリバーでドリフトがメイン、遠投がメインだったら8.9、うん、なのね。で、なんでかっていうと、8.9 のティップがめっちゃしなやかなんですよ、うんうん、張りがない。だからそのドリフトでゆったり流してる時のあのハムっていうバイトについていくのティップが、うんうん、で 10.1 っていうのはバーンって返ってくるティップなんですよ。だから逆に言うと例えばジョルティみたいなルアーとかで遠投してボトムを取ってリフトアンドホールしてヒラメを狙うっていう釣りに向いてるの、うんうんうん、だからそのドリフトしてシーバスを釣るっていうのもギリギリ耐えあの入るティップは設けてるんだけど、例えば 40g のメタルジグをサーフで遠投して8.9と 10.1 で、で縦ジャークをしたとしてティップがグーってついていっちゃうのが8.9なんです、うんうん、パンって跳ね返してくれない、うん、で 10.1 の方はパンって跳ね返してくれるので、あの何してるか分かる、うんうんうん、っていう違い。だからあなたの、うん、あなたのフィールドは旗、ヒラメを狙いたいか、メタルジグを投げて縦リフトアンドフォールをしたいか、もしくはリバーで例えばそのアイザーとか、そのドリフト系のミノーでさせたいかの違いです。バットが太いのは8.9なので、鉄板バイブの 40g を遠投できるのは実は8.9なんです。うん、ねえ、タワさんお疲れ様です。ランガン用にパックロッドを一つ欲しいなと思ってるんですが、選ぶ基準とかありますか？富山さんが使ってるトランセンデンスがすごく気になってます。はい、まあランガン用にパックロッドってどういうことだな。あ、まあ電車とか自転車とか、そうですね、コンパクトに、まあランガンというか移動が激しい時に短い方がすごい便利ですよね。まあ今界隈、その界隈のロットみんないいですよ。もう粗悪品ってほんとなくて、10年ぐらい前のねモアザンのパックロットとかちょっとだるだるすぎるなとか、なんかその頃まあどの会社のもだるだるでしたけど、多分今ロットのそのブランド、ロットメーカーの売り文句で、まあ、軽さ、強さ、それから継ぎ目のね、あのナノレベルでの継ぎ目の良さとか、まあそういったね、こうロットの進化の一番恩恵受けてるのがパックロットで、だからどの会社のパックロットもとても性能がいいです。で、軽さと感度としゃっきり感に出してるメーカーと、それからまあしっかり曲がって、まあといっても3つ4つ継ぎ目があるんで、まあ、そこをカバーする感じで、自分もあの今回の徳之島、あのジェットアピアのジェットランっていうパックロットのプロトを使ってるんですけど、もうなんかワンピースとの差を感じないぐらいとても良くなってますね。でそれは別にアピアに限らず、どこのメーカーのもフィッシュマンもいいし、トラセンもいいしって感じでですね。なんかね、ロットの進化ってちょっとずつちょっとずつだったんですよ。で、前のより良くなったと思いますって、まあ今までですよ、あの AD になるまでの、その前のゼータと AD の繰り返しの時は、そのちょっとずつ良くなったっていう中で、確かに投げてると1投目とかよくわかんないですよね。で、でもなんか散々1日使ったりロケで使って、で戻すとあれって感じで、あ、そうか、飛んでたんだなとか、結構軽かったんだなって感じで分かってって感じで、なんかね、面白いもんで、わずかの差っていうのは良くなった時分かりづらいです。だけど、戻すと重いなとか、そういう風な感じで分かるんですよね。重いとか飛ばないとか。だけど、まあ今回、アピアさんが本気だったのっていうか、まあ、裏側知ってる自分から言えばさっさとやれよって話だったんですけど、やっと本気でやった結果、今回はですね、
1投目からマジでっていう変化があったんですね。でとにかく細いんですよ。だから同じパワーなのに細いので、もう断然振り抜くスピードが速いんですね。やっぱあのロッドって細さが変わるともう本当にシャープになります、振り抜きが。でそうすると当然初速が出るんで反発力も溜まって、でその反発力をちゃんとね、あの飛距離に変えてって感じで、まあ飛んだなっていう感じが1投目の感想で、まあそれぐらいだから1投目2投目とかで、まあ使って速攻違いが分かるってロッドの進化は今までにならなかったですよね。それぐらいでした。で戻すと、まあ今度はもう耐えられないレベルで、あ、こんなに重かったっけって、まあ、風神 AD ハイローラーね、僕も6年か7年愛用して、これ以上のロッドはないって思ってたぐらいですけど、上を知っちゃうと、ちょっとかったりな、重いなとか、たるいなって感じになっちゃうんで、まあ、すごいバランス感がいいかなと思いますね。で、今度はその耐久性とか強度ってとこなんかも、まあ、引き続きテストしてるんですが、まあ、理論上とか、なんか、まあ、データ上っていうんですかね、にもそんなに、だから急に脆いとか、だからすぐダメになっちゃうってことでもないらしいんで、それぐらい、もうね、今回、トーレさんがめちゃくちゃ本気だったんですよ。あの、カーボントーレなんですけど、まあ、いろんなメーカーのね、カーボンがあるんですが、トーレさんが、ね、もう最先端、あの、汎用品として最先端ですね。あの、宇宙開発用とか、まあ、試験開発っていうのかな。要は流通してない、最先端の素材がめちゃくちゃあるんですよ、トーレさんって。だけどそうじゃなくて、一般的に流通して、市場に乗ってるやつで最も性能がいいってやつを釣り竿に転用するってことに、まあ、僕は会ってないんですけど、まあ、アピアの実社長が東京に何度も来て、トーレの本社、まあ、うちの会社のすぐそばなんで、なんか散々打ち合わせをしてたんですね。で、帰り、僕のとこ寄ってもらって、ちょっと喋ってみたいな感じでやってました。シマノ台場のロッド技術と中小の釣り具メーカーで勝てるポイントありますか？ルアーとは分かるんですが、まあ、台場とね、シマノのロッド技術は相当高いんですよ。で、中小の釣り具メーカーも、例えばまあ、ロッドは、なんていうかな、ロッドを作ってる工場はもう世界で、工場ベースで言えば世界でまあ10個とか、そんなめちゃくちゃあるわけじゃないですよね。だから技術自体は、ちょっとひどいとこあるんですけど、大手は大体軒並み足並み揃えて一緒なんで、今の時代は大事なのは、それ以上に超過に大事なのは、テーパーデザインですね。で、要はカーボンシートどう切って巻くか。で、ここは中小メーカー、っていうか、やっぱ専門メーカーに圧倒的有利性があったりするんで、例えばあのスローピッチジギングの竿なんかで言えば、もう圧倒的中小メーカーとか、例えばエバーグリーンとか、問屋さんのメーカーが、もうぶっちぎりシェア持ってたり、で、実際使って納得なんですよね。だから、そういう感じで、やっぱりロッド技術が高いから、その、ある釣りにいいものが作れるとは限らないですよね。はい、そんな感じで、まあ大きくなると勝てないところも多々出てくるから、特にね、汎用品の、だから入門者向けエントリーモデルはもう自分もシマノ台場なんかも本当にあのクオリティだったらそれでいいんじゃないですかぐらいおすすめできる、間違いないものになってるかなと思いますけど、本当にハイエンドのやつはね、あのニッチな釣り物ほどやっぱり中小メーカーは強いですね。そうで、まさに市場全体を見て作る大手と、ニッチなユーザーベースで作る中小とで。だからやっぱりやり込んでいくと、なんかそのね、中小企業の製品が合ってるっていうケースは多いので、てかもうそれぐらい釣りは多彩なんですよ。もう、鈴木一つでもそうだし、それこそこの竿一本でいいなんて絶対なくて、で、合わせって言ったら、ルアーも全然今世の中に出てるルアー全部足したって足りない、まだ回らないパターンだらけだし、サオも細かいこと言ったら全然空きだらけなんですよね。だからまあ、そういう余地はあるんですよね。ただ最大公約数的な、この辺でなんとかなりますよっていうのは、
っぱ大企業が強いよねっていう感じですかね。